はい、今回はですね、新潟県の寺泊、魚の市場通りに来ております。魚のアメ横とも言われている場所ですね。ここはね、毎日賑やかですよ。浜焼きとかがあるのはもちろん、お土産等もありますし、あとはね、食事どころがめちゃめちゃたくさんあるので、どこで食べるかめっちゃ悩みますね。これ浜焼きとか食べ歩いているだけで結構お腹いっぱいにはなったりしますけれどもね。さて、今回は前浜さんにお邪魔しました。こちら、この看板に惹かれてしまいましたね。いろいろな定食があるんですけれども、いくら丼、二色丼、マグロ丼、カニ飯定食、カニ飯定食一番おすすめってなってたかな。お刺身定食とかもありますね。そしてラーメンもね、結構人気みたいですね。カニラーメン特に一番人気って書いてある。ラーメンの気分じゃないんだよな。これです、今回の目当て。これいくらとウニの二色丼。ウニが非常に食べたかったので。すごい、イクラもウニもね、なんかメニューの写真の倍以上入ってるんですよ。てかこれわさびもなんかとんでもない量なんだけど、何これ。カニとエビの味噌汁がついてますね。出汁がめちゃめちゃ出てて、すっごく美味しいです。そしてね、小鉢、ホタテの干物、佃煮とわかめの酢の物、これもね結構手込んでますよね。美味しいですよ。いくら全くしょっぱくなくてですね、いくら本来の味がなんかすごい出てくる感じですね。豪快にかき込めますね、この量は。そしてウニ、どっさり、これだけの量はなかなか食べれないですからね。臭み全くなくて本当に美味しいです。さて、これらを食べたところで、実はね、隠れた目当ての、お店があったんですけど、隠れた名店ってやつですね。ここも行きたかったんですけど、行ってみたらなんと休みでした。下調べして営業中ってなってたのに、名前はゆきちゃんです。残念。まあ休みだった分はね、他の浜焼きで補いましょう。まあもともと浜焼きも食べたかったので、鮮度抜群で美味しいです。柔らかいし。100円でカニ汁がありました。これも美味しかったですよ。100円なのにこのスペックはね、もう買うしかないでしょう。さて、今回の動画はここまでです。次はお目当てのゆきちゃんに行けたらいいなと思います。皆さんもぜひ、魚のアメ横行ってみてください。今回の動画終わります。ありがとうございました。